それは天かきの流星に見えたことだ。しかしよもやその流星が悲しみを背負うものだと誰が気づこうか。砂漠の砂の私がヤマタノオロチを打ち倒そう。もうやめなされ。未だ生きて戻った者は一人としておりませなんだ。起きなよ。泣くな。戦わねば試練に打ち勝つことはできまい。あなた様は一体どなたなのですか？我の名は、スサノオ。おここで7回絞った強い酒、ヤシオ5体が炎に包まれるほどのこの酒。この場合、同時に己の邪念を補充か、人は視界に収まらないほど大亀に満たされ、皆で力を合わせ、大亀の前に同じく8つの門が建てられた。
術によりしておけば世の地に気づかれまい。クシッと。スサノオ様、なぜそんなに親身になってくださるのですか。私はかつて与えられた天命を果たすことが大きい。しかし運命とはまた自らが選ばなければいけないということを知ったのです。最悪